はい、皆さんこんにちは。2021年ですね、頑張りたいなって思うね一心で動画を投稿してますが、そろそろですねネタ切れでございます。どこにも旅行に行けてないのと、そういうレビューができないっていうのがあって、まあ今回ですね過去の動画のお蔵入りになったものをアップしようと思ってます。ちょっとねその理由としてはね、ちょっと歯切れが悪いのと、俺の態度が悪い、めちゃめちゃ疲れてたりとか、あと暑かったんですよベトナムとかで。でもね、なんか喋る気もなくて、ちょっとあれね載せれねえなと思って、今まで出してこなかったやつがいくつかあるんですけど、メインはねサイコ、西の湖とか言ってサイコっていうところがあるんですけど、そこに行ったのと、そこで衝撃のことがあったので、それをぜひ見ていただければと思います。それでは VTR どうぞ。今ですね、教会に向かって歩いてるんですけど、まあ、こんな風になんかみんなで青材を着て写真を撮るのが、なんか卒業の前にはなんかこう結構やるみたいです、友達が揃って。でもなんか卒業の前って言ってもなんか おばちゃんだね、普通におばちゃんでしたね。またいました、写真の、なんか写真が有名なのかなこの場所はと思ったんですけど、そうでもないみたいな。あそこもやってるし、ここもやってる。ちっちゃい子も関わらずみんなやってますね。はい、というわけで私たちはですね、このハノイにそびえ立つこの湖、ホータイというね、西の湖と書いてホータイというらしいですけど、チャンコックという、お寺があります。この湖にそびえ立つお寺ということで、夜のすごいねライトアップが綺麗なとこだったんですけど、ちょっと歩いて来てみました。今日本当ラッキーなことにね、天気も良くて気持ちいいです、風が。なのでちょっとここに入ってね、楽しみにしてきましたんで、晴れるといいですね。はい、というわけでですね、このお寺にチャンコックだっけ着きましたが、まあ残念なことにちょっとまた時間的なもので開いてないと。現在の時刻が1時、時差があるんで、ちょっと今2時間こっち進んでますけど、時計がね1時15分で2時からオープンだそうです。なのでちょっと中には入れないんですけども、いい場所ですよ。今回の旅行本当にこの湖のほとりっていうことで、あんまり離れすぎず近すぎず、いい具合のところにステイしてますということで、次の場所に移動したいと思います。多分次は教会ですね。ちょっととんでもない光景を発見しました。あそこで亀が繋がれて売られてる。鳥も死ぬほど入ってるし、あそこに魚もいるのか。これ誰か買うのか、これ。こういうのだよね、やっぱ日本とは違う。この何だと思ってんだっていう売り方ですけど、多分死んだらその辺に捨てんのかな。はい、私たちは今タクシーでですね、ハノイの大教会にやってまいりました。どうですかこのダーンとした感じね。さすがにちょっと歩いてくるのはね無理でした、あの距離からは。すごいね、中には入れない、入れないんだ。でもやっぱりちょっとこう結婚式というか、ああいうなんかウェディング系の人もいらっしゃいますね。綺麗にしてるわ。はい、届けていかがだったでしょうか。ね、言ったでしょ、態度悪いし、ちょっとなんかグダグダ感があるじゃないですか。でね、あれはね、本当にあの教会に向かって歩いてる途中のあれだったんですけど、本当ね、なんかさっき VTR であったように、亀が売られてたりとか、鳥が売られてたりとかってあるんですよ、しょっちゅうね。で、それはフィリピンでも見たんですよ。で、フィリピンでは多分食べるような感じがすごい多かったんですよ。カモとか、なんかね、そういう鳥系のアヒルとかがぎゅうぎゅうにカゴに詰められてるみたいな光景が結構あったんですけど、なんかベトナムの感じはなんか飼う系の癒され系の感じがしてたんで、なんかそのまあ食べること
まあ、生きることよりもその癒し、だからちょっとこう文明がこうね、進んでって、で日本も今ね飼う文化じゃないですか、食べるというよりはね。そうだからそういう意味では結構ね、そういう東南アジアの国は似てる部分があるのかなと思いました。というわけでまたで次回の動画なんですけど、次回はホアロ収容所というところね、そこの取材に行ってます。でそこは昔捕虜が収容されてた場所なんですけど、実際使われたギロチン、首チョンパ、ギロチンがあるところに行ってきました。実際見てきたんですけど、めちゃめちゃ不気味でした。ぜひねその時の僕のリアクションとかもね注目して見ていただければと思いますので、また次回の動画でお会いしましょう。それではまた、じゃあねー、じゃあねー。